やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。というわけで、俺は今日は久々におっこです。怒ってます。最近ツイッチでね、まあバニーガーデンだったりそういうゲームがのさばっていて、治安がちょっと悪くなってるなというのを、感じてます。はい、最低限のラインを守りながらみんなで配信をしましょうねっていうのが美しい姿であり、そうあってほしいと一番私が思っております。なので今回はね、ツイッチの治安をちょっと揺るがしかねないゲームっていうのを注意喚起していこうかなと思っております。はい、というわけで今回やるのはときめき恋したいライフです。俺はちょっと怒ってるんでね、恋愛欲っていうのがね、その消費されてしまうとね、実生活にもやっぱり影響が出かねない、まあ、危険なツールが今スチーム1200円で発売されてるっていう状況下に俺はびっくりしてるんで、今回の僕の配信は笑いなしのほぼドキュメンタリーみたいな方向性になると思う。見るのが怖かったらすぐ閉じてもらって、今後の人生観にもまあ左右するような映像が流れてしまうかもしれないんで気をつけてもらって。良くないよね、本当に本当に良くない。スイッチの治安がどんどん悪くなっていきます。よし、二日酔いからスタートね。探索できる場所、お23号、不就是昨天吗？这也穿不上啊。なんで履けないスリッパがある家にいるんだ？我怎么会在一个女孩家？おお！怒りますよ！いつでも怒れるからね、俺は。何してん？これから？はい、すみましたよ。どうした？ああ！ああ！大丈夫？想起来了。まあ不審者にね、すいません、今回問題を徹底的に解決してあげます。これはベタジア、我来了。えい、ガマ、你裙子坏了、我帮你彻底解決問題。それはいけないね、それはいけない、それはいけないのはわかるよ。終わった？到点下班。おい！这个点了还有人来啊？前面200多个人排队。行吧行吧，你先去吧。こいつ目の顔いいですね。よくない！危ない！あ！違うよ。我饿，我不想一个人去吃饭。要不我们去酒吧吃点，喝点。我没钱。你别磨叽，我请你，走吧。そんなん飲んだら酔っちゃうぜ。ベロベロになったら何するか分かんねえよ。おーろろろろろろ、取り締まれるもんも取り締まれなくなっちゃいますよ。勝手に有効度が上がっていく。そんな、お近づきになりすぎじゃないの？不純異性行為じゃない？大丈夫？
怎么你喜欢送你了啊？没有没有，昨晚咱俩是不是昨晚今回は調査なんで怪しい方に進んでいきます。まずそう何かがあった。应该是放心啊，我会负责的。这就完了？那你还想怎么样？一会儿我老公就过来了。哈？你说他会怎么着？我的老公？那一切都是误会，那我先走了。瞧把你给吓的，我逗你呢，咱俩昨晚什么事都没有。没有，有事没事我也得走了。揺さぶってくる女いいぜ。这不你家吗？啊？你们俩睡醒了？怪不得我看着这么不顺眼。なんでこんな集まってくる？原来是师姐家呀。你俩？是，她是我小师妹。那我爸是她老师，我是她爸最满意的学生。你看我干嘛？我怎么知道你们怎么认识的？顾毅，你不会真的不记得我们认识的？可爱。啊，待って、タイム制限。あの絵は僕がやるバイト。我是小时工，昨天我给你打扫的卫生。小时工。ほらね、あれ。我看在你昨天晚上喝多的份上，我不跟你计较啊。画展想起来没？展覧会でしやったのか。哦，想起来，想起来了。どんどん進んでくれ。テンポ速いこのゲーム。素晴らしいゲームかもしれない。かもしれなくない。行了，别看了。誰お前は。看得懂。卡斯，出てくんな。也是挺服你的。都出来打零工了，还在这追梦呢。谁说的？我认为他的品味非常好，整个展厅里，这个是最好的。李老师，您怎么来了？先生なんだね。でさっきのが弟子って言ってたよね。是啊。陪李老师逛逛。李先生，李先生だ。李先生。钱照给，快去快去。でも李先生そんなハート出なくていいかも。今天谢谢你陪我，跟你一起看展，很有意思。これ忘れたん。那，有机会咱们一起。これを俺は忘れてしまっていた。先生と別に進めたくねえな。じゃ先生ルートはなしで。我们常联系，我先走了。阿烈，宿醉的事盘的差不多了，我待会上去换衣服。顾毅，我们一会儿出去吃早餐。早餐我已经买好了，你们俩可以留下来吃完再走。可是我想出去吃呢。那你也不问问顾毅想不想留下来吃？金髪かな？金髪行こう。顾毅，你最好了，你等我一下。你等等，手机丢了。釣り目だね。可能吧。我去找找。こんな汚したんですか、私。你好。わ。有没有看到我的手机啊？この唇ですよ。那么混蛋的事都干得出来，你都忘了？展覧会で知り合ったよな。画个屁展。怎么跟客人说话的？怎么回事？解释一下。那你是客人？天爷，您喝大了，并且已经扣了工资了。小左，再跟客人道歉。ちゃんとあれか、上の人が。ちょっと距離近いけどな、お前。離れろ。先生，实在不好意思，他呀就是来我这实习的大学生，做兼职的，并且啊，很不专业。您别介意。你把他电话给我吧，我给他道个歉。お前もお前で急に行くな、電話番号教えるなんて。なるほど、登場人物が揃ってきたね。何人いるんだろう、このゲーム。
すっげえ来てるやん。これが？これが金髪か？僕は誰だと思う？僕というイケメンがいるよ。やばい、こっちのキャラで行く？やばい。同じ文章で帰ってくるの来るなんこれ、全然脈ねえわ。で、これあれだ、店員さんだ。お掃除してた人だ。お掃除の子可愛かったからな。ごめん、給料差し替えても僕が出すよ。どちら様ですか？そうだよね、ごめん、名乗ってなかった。僕の名前はお兄さんだよとか言っちゃって、お兄さんだよ。じゃあ後半に行こう。スマホ探しを手伝ってもらった人、相手はあなたのメッセージを拒否しました。やばい、スタートが悪すぎる。これ誰だ？ 6 ゲーム中だ。用事があるなと。絶対アシスト係の親友いるじゃん、こういうゲームって。仲良くしようぜ。保留你怎么在这儿？呀，太有意思了！你这么大看我，我找你有正事儿，咱上去说去，走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 。素晴らしい人生だ。我知道你是欠债，不想连累家人。なるほどね、単独になったんだ、あえてね。跑了，不是事儿啊。你现在没。どうすんだろうね、これお金。整租不了了，两条路。何？俺の住む場所。誰と？ルームシェアと。跟我住。ルームシェアに行こう。お前とは別に住みたくない。ルームシェアします。すいません。要有合适的你们就去。始まったなぁ。我给你叫一下。どんな人と俺はルームメイト になるのかな？は？あれ？お前正直だな。あ、逆にね、逆にね。看了这么多个，没合适的呀，你挑啥呢呀？わかるやろ基準は、見てれば。要不说你命好啊，又来一个。走，我带你去看。走。啊你？あー素晴らしい、コントロールで。ってかもうこう見ると全員可愛くて、あまりにも好感度がない。ちょっと頑張んないと。今の前点钱合租的。今のお前の収入はルームシェアするしかない。目前最好一番いいや。じゃあウォーターサーバーがあるもんね。看看怎么样。ドキドキしたよね。なんタオル一発目。对不起对不起。ぐちゃっとすんな。行啊，ちょっとおかしいこのゲーム。不过这合租吧。你先来看看你房间。俺的部屋楽しみ。啊！そうか、そういうことか。てか部屋着可愛い。那正好了，以后合租方便。すごくいい。啊！可是我租房的时候说过不跟一性合租的。しかもトイレとシャワールーム一緒で男女でルームシェアすんのこれ。チャレンジすぎない？ここに便器あるよね。一緒に俺とルームシェアせんか？合同上没有规定，我确实有。そんな言い方するな、嫌われるぞ。こんな男二人でさ。大家都是看合同的呀。かわいそうだろ。男二人で俺とルームシェアして、こう契約書には書いてなかったなんて詰めんじゃねえよ。違約金とか言い出したついに。これはひどい。物取りし、サイコパス。その顔にもなるわ。その顔も可愛いな。あ？あ？なななな。我给他灭了。めっちゃキルキル。服、可愛い。也没看到啊。いないじゃん。お前さてゴキブリがいるって嘘ついて俺を呼び出したのか。分かってんだぞお前の目くらみは。なんだ俺匂いがあんだら始めようぜ。な好吧。お前めっちゃ顔可愛いなマジで。
いや、そんな後ろ向かんでもついてきてるさ。大丈夫だよ。怖かったのか、うん、なあ、そのブランケットは可愛いな、ピンクで。お前が寝れないって言ってんだから寝ないんだよ。一緒に寝てやるから。ほら、ここに寝なさい。ついに来ました。はずきました。笑った顔も可愛いんだね。口角がピュンって上がってさ。控えめな笑い。シェリア。喂、あれは。ピンクもあって青も合う子なんてなかなかいないからな。李小东、赶紧把蟑螂赶走。我跟蟑螂只能留一个啊。あ、笑った顔好き。你少和我解释，再解释，走人。我。啊，李小东。这幅画我要了。云丝。其实你这幅画真挺好的，特别有想法。ちょっと可愛く見えてきた。你要不要考虑换工作？啊，我找了十几分工作才找到这个。ちょっとさっきとビジュアル違くない？これこういう話の流れになったからこう可愛く見えてる俺。さっきよりも可愛くなってんじゃない？喂。喂，你是不是在？啊，ギャルかこれ。ギャルっぽいな。你怎么知道？我刚出差回来，路过的时候看见你。怎么给挂了？小鹿，顾一哥，やばい、なんか大集合の匂いしてる。待って、大集合するかもしれない。就是想告诉你，我跟。やばい、これはまずい。云丝介绍我来的，在培训班。どないなおへそが見えてしもうてるぞ、金髪ギャル。大丈夫？カバン PSP 用か？なんそれ？先给我画一幅画像。顔可愛いな。顾一哥，你答应他吧，有奖金呢。那我给你们三个人都画。もうなんかもうでもさ、可愛すぎ。ちょっと右強すぎるな。一回してもらうわアニメ風。顾一哥，画的真可爱。我怎么觉得画的都是同一个人呢？那个，我宣布个事啊，今天呢是我第一次发工资的日子，在今天这个特别的日子里呢，我最要感谢的人就是。话就不能一口气说完啊？一口气不了。过。今天呢，我请你们吃大餐。なんで一個なんだよ。ギャルはいつも着らない服着てんな。さあ、いやごめん、俺もう今回ちょっとね、清楚ちゃんをどうにかして攻略したいんだよね。いいかしてくれ。はい、あげる。这个看起来真好吃。なら。那才有一块蛋糕啊。都有都有啊，蛋糕都有啊。あ？なんだか2500円、3日後には15万円が引き落とされます。谁呀？終わった。我去看门。マジで終わった。顾毅，今天晚上大餐都有什么？要什么有什么，房租有吗？房东啊，您怎么来了？こんなとこ見られたくない。交房租啊！你要还？こんなとこ見られたくない。不行，要么交钱，要么搬出去。我真没钱呀。没钱？没钱吃大餐？要不我给你收拾行李？别，那我住哪儿？去我那吧。もうそんななの？我们家，我那每天都有聚会。お前毎日パーティーやってんのかよ。去我那儿吧。ギャル。空了一间卧室。もうなんかいい、なんかいい、なんかいい、来た。可愛すぎる。おおや。大家に懇願してみていい？でもどう気になるんだよね。懇願してみていい？でも好奇心が勝ってしまった。頼むお願いします。いや、大家さん頼むよ。俺もう借金あってさ、どうしようもないんだよ。ここ追い出されたらさ、どうしようもねえんだって。全員の好感度下がるぞ。真不要脸な。你们三个别光顾着看呀，帮我说句话呀，乖。そんな気まずいことある？同居しちゃうの？もう同居なん？同居する？
我还是不办了吧，怪麻烦的。小鹿，房租我下个月给你。嗯，我帮他付。私が払います。前几天交房租的时候不是没钱了吗？我还够，赶快吧。ダメ男に捕まって。你俩行。嗯，我有点事儿，那我先走了。いいよお前らは。先生も元から興味ないし、夜な夜なパーティーしてるギャルには興味ない。俺はこの子と結婚する。あ、料理もできちゃうわけ。今天中午没做完的饭我又做了一下，来给你尝尝。食べ。好不好吃？谢谢你啊，小鹿，你帮我付完房租，你也没钱了。没事儿，等你有钱了还我就是了。吃蛋糕。お前、俺があげたケーキそんな大切にしてくれたのか。你中午没吃够啊？嗯，其实今天是我的生日。啊？你怎么不早说？本当だよ、もっと早く言ってくれよ。准备礼物。那你陪我去个地方。走。耶！啊木。跟我来。那你。私自翻墙。はい、立ち入り禁止って書いてあります。今罰金とか俺払ってらんないからね、ガチで。ちょっと不让进啊。いや、行こう。お前の悲しんだ顔見てらんない。俺と一緒に行こう。这写着呢，翻墙。関係ないよ、お前が払うんだから。你就不问问我为什么要来这吗？俺は金ないからお前払うか関係ねえよ。行くぞ、ほら。我呢？桂哥，这样能行吗？哎，放心吧。你哟，哎呀，素晴らしい。桂哥，谢谢你。見つかるんじゃないぞ。嗯。こういう行けないところに行って一番燃えるからね。我，咱们为什么来这？我们那个 ending そうなんだけど大丈夫？終わるんじゃない？这里是看流星雨最好的地方，而且都说流星雨许愿与生日许愿叠加会双倍灵验哦。嗯。我的愿望就是希望你能早日还清所有债。俺ちょっとどうしようか、今働こうか迷ってんだよね。お金お前が払ってくれるからさ。这么多乌云，什么时候能看到流星雨啊？哎，别着急，再等等。哎，有亮光哎！哪有亮光？干什么的？哎呦，哎呦，快跑快跑！いや、ドキドキシチュエーションじゃん。桂哥、怎么办呀？何、選択しないで出てくるの？うわー、俺を置いて先に逃げろ！桂哥、怎么办呀？哎、没事、等安全你就跑。完璧に正解。来追我呀、我在这儿呢。哎、别动！快跑！别跑了！快跑！逃げれてる？ずっと座ってない？なんか。あ、都快点跟上都。あかん。他罚款吗？罚呀，罚100。收据我都写好了。你俩先扫一下。ごめん、俺お金ないんだ。给吧，不给还涨价。俺のもって本当に払わしてない。本当に払わしてない。そんな顔さしたくなかった俺は。え、違うの？え、違うの？そんな悲しい BGM やめて！お前を喜ばしたかったの。小鹿、罰款、我发了工资再给你啊。我先回去休息了。ごめん、ごめんね。ごめんね。ハグしろ、後ろから！行かせるな！お前ね、テレビ、もっと早く行けよ。把眼睛闭上。あ？おいおい。为什么？慢慢睁开眼睛。
漂亮啊。まあでもいいかもね。お金がないなりのね。いや、いいと思う。すごい、デッキすご。快许个愿吧。うん。这样许愿肯定灵验。やべえ、とかもう二人のルート入ってるわ。二人のルートに入ってる。也不至于买这么多吧。我一直喜欢两个人一起做饭、吃饭。俺も好きだよ。俺もお前と一緒にご飯食べるの好き。做饭、吃饭。来，给你尝一下饼干。はい。啊。あれ？谁啊？我去开门。我去吧。故意你逃不掉的。やーべ、こっからなの？ここで登場？いやでも俺の心はもう決まってるぜ。こっから登場人物追加なの？